さらに減りましたね。いやすげえ、水が減ってるから人が密集してすごいことになってますね。釣り堀状態です、ハトリコ。でも実はハトリコ来てて、でもう1週間しか経ってないのに、もう全然水位が比べ物にならないぐらいまだ落ちてて、先週の時点でもかなり減水してたんですけど、もう半分ぐらい陸地になっていて、ここも大体真ん中ぐらいなんですけど、上流の方はもうあっちの方もう全然水ないですね。この辺からちょっとまともにこう綺麗な水があるエリアになるところでやってて、で先週もあのインレットのところで虫で、まあ、あの友達と来てたんで撮ってないんですけど、30ぐらいのが釣れたり、あとまああの20センチぐらいのアポロボルト釣れたり、そんな感じだったんですけど、1週間でこんなに下がるんですね。また下がって、こう島に水なくなりますよ。こう立ち木があるんですよ、水中にある立ち木。そこの周りに小さいのがついてて、まあ、それはさっき釣れたんですけど、その周りにもう一回り大きい、まあ、30とかジャブぐらいの先ぐらいのやつがいる感じですね。で今日もその先週と同じパターンからまず始めようと思って来たんですけど、この激減状態でもう釣り場がなくなってたんで、あっちの方ですね、やむにやまれず、とりあえずもうね、着いたのが大体10時ぐらいだったんで、もうディープしかないなっていうこと で先週はあのもう朝から来てたんで、インレット周りとかでバックウォーター周りとかで虫とか釣れたんですけど、朝方は日が高いんでディープ周りだってことで、一番急進のエリアに来ました。歩いて、でそこのなんすかね、こう岬の馬乗せっていうか、比較的こうブレイクがなだらかなところで、急進のエリアの中でもブレイクがなだらかなところで今やってますね。まあ、もうちょっと大きいのが出ればポイントの絞り込みも正しいんじゃないかなと思えるんですけど、まあ、今のじゃまああんなんどこにでもいますからね。あとやったらもうちょっとやってみましょう。今日夕方になるとちょっと雷が鳴るかもしれないんで、夕方まではできないかもしれないですね。スピニングで5ポンドラインで重めのダウンショットです。水深が深いんでしっかり底を取れるように進化を重めにして、でワンマンいつもの HP ショット取る高級ルアーですね。唐揚げサイズです。オイル打ちっぽいことして、このサイズかよ。結局
ボイルしてたから、言ったら、これか。ボイルしてるとか、ちょっとでかく見えるんですよね。釣れてないからあんまりあれですけど、この辺がフラットで、そこにまた、こう、縦のブレーキがあるんですよね。シーガーのこのブレーキと、この、この、こっちがシャローフラットで、こっちが、このフラットからディープ、中心のエリアに落ちるブレーキの、この自分に向かって縦にあるんですよ。だからそこが一番狙い目なんですよね。小さいやつが、まあ、たくさん釣れてるのはそこなんですよね。でそこでこう、ちっちゃい、まあ、小さな立ち木があって、そこにたくさんいるんですよ。それをこう距離取って狙ってるんですけども、出が釣れないですね。賑やかになってきました。やってみますか。なんか遠浅の泥地帯ですね。あ、まあここに僕がいたらライスはまあ起きないし、やるとすればすぐ遠投してブレイクを狙うかっすけどね。 30m は投げないとブレイクまで届かないですね、多分。だマスクの日では無理ですね。ここで粘って工夫するより場所移動した方が簡単な気がしますね。あっちの木のとこ行ってみましょうか。虫だった。シャローのエリアで虫だった。一回食いミスして2発目。すげえ引くな。切れないと思う。やっぱちょっと工夫しないと釣れない。よし、やっぱ、よいしょ。ありがとう。なんか散々あれだけダウンショットでニチ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 やってて全く反応、まあ、小さいのしかなかったんで、虫に変えた途端釣れましたね。まあ実際のが見えます。こうやってた感想も同じなんですけど、スモールって本当目がいいんで、ダウンショットであんだけ流して釣れなかったのが、いきなり虫にしたら、まあ、まともなサイズが反応したのが、もう、ルアーを見せたら釣れないっていうことですね。特に、こういう光の、まあ、上から、まあ、今日はちょっと曇ってますけど、こう刺してくるような、まあ、日中は、ちゃんと見せるのは、食わないですね。虫とか、まあそこでやるならせめてスモラバとか、ちょっとこうなんかシルエットがスポイルされるようなそういうルバーでやらないとダメかもしれないですね。で先週来た時も釣れたの虫だったん で、あとまあ小さいやつはスモラバ、潮流の方でそれも釣れたんですけど。やっぱり多分そういうことですね。あと以降こんだけ減衰してたら魚もそんだけ大密になって、まあ、狭いエリアにたくさんいることになるんで、その印象は間違いないんですけど、ただ普通にしてたら釣れない。やっぱこうルアーで工夫するっていうことが大事なんですね。まあ、そのルアーをはっきり見せないっていうだけが作戦じゃないですから。まあその
逆に IGK とかでゆっくり見せた方がいい時もあるでしょうし、まあ、どっちにしても一工夫ですね。普通にやってたんでは釣れないっていうのが分かりました。まあでも釣れて終わった。ここのフラットで釣れました。フラットというかなだらかな地形でフラットじゃないですね。よかったっす。もう一発ぐらいできるぐらいですけどね。今のはこうやって投げてシャッスピーさせてそのまま長めにステイしてたんですよ。波紋が消えるぐらいしたらポコって出て、だからまあ10センチぐらいのがちょっとついたのかなと思ってたらボンって出て、でそのまま糸がすごいと思って言われて合わせて釣れたって感じですね。なんか様子見で続いて2回目で本食いしたっすね。なんかほんと慎重だよな。とにかく1回で豪快に出るとかないもんな。うまいという時に波紋が見えたんで、ね、あ、これおかげが、おかげできてるなと思って止めたんです。さあポクってポスって加えてそのルアーなくなったんで合わせたら釣れたって感じですね。ただもうこの虫で釣る場合はでかくてもでかくなくてもあたり変わらないじゃないですか。ポスッとしか出ないんで、ね、一回ミスったんですけど、虫食べるって大きいやつも口小さく食べてちょっと吸い込むだけなんで、上流エリアではスモラバと虫とやったんですけどバイト出なかったっすね。うん、まあでも僕的にはまあ釣れたかなって思うんで、何よりも動画上げれるっていうのが良かったですね、本当。で、まあ、あのハトリコナウ2、多分また撮ると思うんで、よろしければチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。